トーナメント1回戦第2試合、赤コーナー日本出身俊英の魔剣士オオカマキリ90ミリ VS 青コーナー日本出身林のシリアルキラー薄葉カミキリ40ミリ、レディーファイト。おっと、初っ端から壁から落ちてしまいました薄葉カミキリ。対するはオオカマキリ、狙っているのか。おっとパンチ、しかしこれは捉えるには至りませんでした。少し警戒してるんでしょうか。ひっくり返って変な動きをしているのでオオカマキリも警戒しているようです。薄葉カミキリはなかなか元に戻れません。ジタバタしてますね。背泳ぎみたいです。おっと戻った、戻ってうろうろしてますが、オオカマキリの方はちょっと興味はもうないですかね。まあしかし登ってきたぞ。ここから何か噛み合いがあるのか。さあしかしオオカマキリは腰を高くして薄葉カミキリの攻撃を防いでいるようです。薄葉カミキリはもう攻撃するような素振りは見せません。おっとまた落ちてしまった。これは戦意喪失ですかね。試合終了。あまり噛み合いが見られない今回の対戦でしたが、一度攻撃をしたためオオカマキリの判定勝ち。